滋賀県竜王町にやってきました。今日はこの時期に一番美味しい果物を作っている夢追い人さんを訪ねます。この寒い時期に美味しい果物、なんですかね、柑橘系かな。ということで、その果物があるというハウスへ。こちらのハウスだそうです。わあ、めちゃくちゃいい香りする。わあ、いちごや。わあ、甘くていい香りする。あ、こんにちは。あ、こんにちは。どうも、今日はお邪魔します。どうも。今回の夢追い人、諸田勝弘さん。サラリーマンを経て新規就農、3棟のハウスでイチゴを栽培する6年目のファーマーです。イチゴってこの時期なんですか？そうですね、イチゴってどうしても春とかいうイメージがあるんですけど。ありますあります、やっぱ寒いので、はい、ゆっくりイチゴが育っていくので、甘みもゆっくり蓄えて味が濃くなっていくので、はい、ただ数はいっぱい取れないですけど、味は凝縮されて美味しいイチゴになってます。こちらの品種は何ていうイチゴなんですか？これは香りのっていうイチゴになります。独特の香りと、はい、まあ味が本来のイチゴっていうよりはどっちかというと桃とか、ちょっと南国のフルーツみたいな、ちょっと今までにないイチゴの味がしますね。特にこれなんかが今多分一番甘いんじゃないかなと思いますね。わ、色も綺麗ですね。でも食べてみないとわからないなっていうところが、ま、全然いいんですけどどうぞ食べてください。あ、いいんですか、はい、いただきます。うん、めちゃくちゃジューシーですね。そうです。わ、果汁がすごいです。で、確かになんか酸味がそんなになくて、でもこうコテッと甘い感じではなくて、割と爽やかな甘さですね。はい、わ、美味しい。もう練乳とか絶対いらないです違うハウスにもイチゴがあるということで、そちらにもお邪魔しました。こちらは、はい、ここら辺の地域でもメジャーな秋姫っていうイチゴになりますね。秋姫、ちょっと先ほどの香りのと比べるとなんか細長くて大きいですね。そうですね、この秋姫の特徴で、結構イチゴ狩りにもたくさん使われている品種で。あ、そうですね、はい、いやでもイチゴ狩り私去年なんですよね、行ったのが。なのでちょっと、まあ、先ほどいただいた香りのともちょっと比べたいなっていうのもあるんですけど。どうぞこれ食べてください。いいですか？いや、優しい、すいません。いや、なんか無理言っちゃってないですか？大丈夫ですか？あ、無理言ってますけど大丈夫ですじゃあせっかくなんで、はい、いただきます。うん、わ、甘っ。確かに酸味がちょっと全然なくて、ね、なんかお子さんの大好きな味です。そうですね、ぜひイチゴ食べてほしい時期ではあります。まあ数は取れないですけど、はい、そんな貴重なイチゴをいただいております。秋姫も美味しいですね。そうですね。農家出身ではない諸田さんですが、3年ほど住宅設備の設計の仕事をした後、脱サラして就農しました。そのきっかけはある出会いだったそうです。もともとそういうことに興味があったんで、まあ週末とかに農家さんのお手伝いをしに行ったりしてた時に、まあ、はい、出会った農家さんがすごく生き生きして素晴らしく輝いて見えたので、はい、ちょっとそういうのに影響されたっていうのはありますね。で、実際育ててみてどうでしたか？やっぱ現実はそんなに甘くなくて、はい、やっぱりね、いい部分しか見えてなかったっていうところもあるし、知らないから入ってこれたっていうのはありますねこのいちご栽培をどうしてしようと思われたんですか？そうですね、私もともとブドウをやってまして、はい、最初新規就農でブドウを継承させていただいてやってたんですけど、はい、まあまあ台風被害にあって、はい、ちょっともうブドウ園ができなくなった時にイチゴをやろうかなっていう形になりましたね。順調にブドウ園を営んでいた諸田さんでしたが、
2013年9月、台風18号が近畿地方を直撃し、諸田さんのブドウ園は冠水、壊滅的な被害を受けたのです。再生は不可能でした。あまりにもこう見たことないような光景で、ちょっともう現実味が見た直後っていうのはもうあまり現実味のない状態でちょっと呆然としてましたね。本当にね、目の前のことをやるのに精一杯で何も考えられなかったんですけど、まあそういう時に結構地元の中学時の同級生だとか、商工会の仲間とか地域の人とか町の皆さんとかが手を差し伸べてくれて、でなんとか一歩ずつ前へ進むことができたような状態ですね。だって手伝ってくれるっていう人がいて本当にありがたかったですね。でもともとブドウをやりながら、その、ね、夏ブドウを取れた後の冬にイチゴっていうのを頭の中で考えていたので、これを機にまあイチゴで頑張ってみようっていう思いでやりましたね。はい、作ってる間にまあお客さんがここのイチゴが美味しいんで買いに来たよって言ってくれると、もう本当にそれが今のやりがいで、毎年会えるお客さんにもっといいイチゴ、年々美味しくなっていくようなイチゴを出せたらなと思ってます。家族を守るため必死の思いでイチゴ園を開いた諸田さん。農園のロゴには今まで支えてくれた人たちへの思いを込め、オランダ語でありがとうという意味のダンクユーと15の数字が。あの15っていうのはどういう意味があるんですか？イチゴやからですか？まあ、単純にそこと、はい、台風被害に遭ったのが、9月の15日から16日にかけての日だったので、それも忘れないようにっていう思いもあったり、自分の誕生日が15日っていうのもあるんで、いろいろ。そうなんですねこれからはどうしていこうとか決めてるんですか？そうですね、現状安定さすことっていうのが一番なんですけど、それに加えてもう一棟ハウスを増やしたり、ブドウなんかもちょっと少し作れたらいいなっていう思いがあります。その今後のブドウもですけど、イチゴもまた絶対食べに行きたいです。また行きます、おねだりしに。そうですね、また3月から、イチゴ狩りも始めますので、そのイチゴ狩りに来ていただくとまたいっぱい食べれますんで。ありがとうございます。その時はぜひ何回も、年間で何回も来ますお願いします